さあ上越国際スキー場上国のゲレンデにやってきます。あるのかないのかね、結構遠くないですかこれ。今からここを歩いて登って、まあ、ハイクしてあの鐘を鳴らし、さらにまたテク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 降りてきて、ここで一句俳句を読みたいと思います。ということで俳句行ってきます。いやだってさ、リフトあるじゃん、なんで登らなきゃいけないの。これさ、まだでも今余裕だもん。私行ける、まあ、伊達に毎週滑りに行ってないですからね、余裕ですよそりゃ。いやてか言いながら全然愛の鐘が私に近づいてこないのはなぜ、何故なの。いやでもなんか今ライトとかもついてちょっと綺麗ですねこれね。もうちょっと夜になってきたらナイターもまたこれ綺麗でしょうね。なんかね喋ってるじゃないですか、ちょっとね息が上がってきましたけども。運動不足じゃないわ、運動不足じゃない。だってちょっとほら見て、今までのシャドウよりも若干こっからシャドウが上がってきてるじゃないですか。ちょっとね、ふくらはぎがなんか重くなってきた。ふくらはぎから腰にかけてがジンジンする。ちょっとこれね、だいぶ近づいてきたんですけど、ここからがなかなか進まないっていうね。ハーフパイプがあります。ハーフパイプ、お兄さんがハーフパイプ滑ってますよ。私も滑りたい、入ってみたいな。これなんか中休憩とかないですか。ないの。なんで、かっこいいかっこいい、またハウパイプみたいな。いや、 やっぱり上国若者も集ってますね、結構ね。やっぱここで巡り合ってあの愛の鐘を鳴らしてゴールインなんて方もいるんですかね。どうなんでしょうか。あー、つらい、きついよ、もう俳句やだよ私。あー、ちょっと早くないっすか。ちょっとずつなんかほらカメラとの距離離れてるし、しんどいし、暑い。いや、まあ、一応ね、今ね、グローブつけてきたけど、暑い今、私。結構来てるよ。結構腰のあたりまでプルプル来てるよ。杖が欲しい、杖が。杖。でももうすぐ。じゃあこれ今着いたじゃないですか。まさかの
このまま降りるっていうね。そうこのままないんですよ。だからえブーツ履いてるのに、うん、そのまま滑る。そうそう滑るんじゃない、滑る、歩いて降りていくんですよ、この苦しみ。じゃあじゃあカスカスカス降るの。いいです、じゃあ歩いて行きます。あの お尻滑り、これ歩かないとダメなんですね。あしかもなんでこうあ、ま、なんかグローブが1個え置きっぱなしなんですけど。誰かっすね。じゃあ届けますか。届けますか。いいことして帰ろう。そしたら自分に戻ってくるかもしれないから。優しい。優しい。はい。よし。じゃあそれ彼氏で。降ります。これから彼氏のグローブ。うちのよろしくお願いします。じゃあ降りていきたいと思います。マジで。バイバイ。お疲れ様で。下りはさ、俳句考えて帰んなきゃいけないから。下りの方が中腰で降りなきゃいけないから辛いんですけどね。後ろ向きカウンターです。カメラ目線で後ろ向きカウンターです。みんなが早いよ、みんながどんどん行っちゃう。ちょっと待って、ちょっとディレクターも早いじゃん。あそこまで。やばい、なんか囲まれてみんな板つけてるからって、なんかちょっと羨ましいな、羨ましすぎるな。ちょっと早いまた。なんでっていうかあんなに余裕だ。俺も頑張ってるよ。心の一句でございました。いいタイミングだ。エンド飲めるまで。ありがとうございました。暑いわ。